ハゲナマナのマナーモード、今夜も始まりました。マナーモード、パーソナリティを務めるのは私ハゲナマナ、シンガーソングライター、モデルとして活動している私ハゲナマナが、日常の生活や活動を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間は、リスナーの皆さんにマナーモードになってもらおうという番組です。これからの30分間、あなたのスイッチをマナーモードに切り替えてお楽しみください。それでは今日のトークテーマはダイエットということで、いろいろダイエットについてお話ししていこうと思います。皆様からのメッセージもお待ちしています。はい、ということですね。最近なんかあれですね、梅雨入ったかなと思ったらまた晴れてましたね。今日もなんか多分梅雨明けたらもう夏になるんじゃないかなっていう感じですけど、実はですね、私車が結構前から調子が悪くて、ついにクーラーがこのタイミングで壊れちゃってもうすごい暑くて、まあ、今はねまだ朝とか夜は涼しいんですけど、もうこれから夏入ったらどうしようっていう感じなんですけど、ちょっと早めに修理に持っていかないとなって思ってるところなんですけれども、今日もなんか実はラジオ前にまたボルダリングに行ってきまして、この後のパーソナリティチュルチュルランドの、アニーさんと、あと、まあ、素敵なゲストさん、ネタバレしていいのかな、私も同じ年のななみちゃんっていうねボーカルの子がいるんですけど、その子と3人で行ってきて、いい汗かきました。今日も汗かきまくりですね。朝からさっきまでずっと汗かきまくってます。いい感じのダイエットになるかなと思ってるんですけれども、先週も結構いろいろありまして、土日にフリマイベントがあって、それに参加させていただいたんですけど、そうですね、沖縄市の大里にシンデレラアトリエっていうウェディングフォトスタジオがあって、いつもねプライベートででもお世話になっている空間コーディネーターの若子さんっていう方のスタジオなんですけれども、もうなんかね、気になった人はインスタとかでシンデレラアトリエとか調べていただくと多分出てくると思うんですけど、もうめちゃめちゃ可愛いんですよ。もうザインスタ映えなんです。なんかどこを撮ってもインスタ映えするすごい素敵な空間の中でフリマイベントが開催されまして、私も出展したんですけど、来る人もみんなおしゃれ女子で、ちょっと私ももうちょっとおしゃれに気を使わなきゃなみたいな感じで思って、ちょっと気合が入ってますね。洋服もいっぱい買おうと思って。そうそうそう、皆さんぜひ、そう、夏かまだちょっと決まってはないんですけど、結構反響があって、すごいまたやらないのみたいな声があったみたいで、多分夏か秋かいつになるかわからないんですけど、また開催されるみたいなので、皆さん要チェックよ。なんかモデルさんとかね、タレントさんとかも出展する、すごい珍しいイベントなので、ぜひぜひチェックしてみてください。そうですね、あと、そうそう、アート展にも行ってきたんですけれども、町田隼人さんっていう私の1個下22歳の帰国生の方が、From Me to You 展、沖縄から世界へっていうアート展を開いてて、博物館に博物館なんだっけ名前、そう、那覇のね
メインプレスの、 あの隣の博物館あるじゃないですか、あっちに行ってきたんですよ。で結構あの自然をこの瓶型モチーフでこう描いてて、すごい色鮮やかでめっちゃ綺麗で、なんて言うんですかね、そうただなんかこう絵を描いているんじゃ、綺麗な絵を描いているじゃなくて、こうアートを通して問題定義をするっていうか、基地問題だったりこの動物愛護への思いを表現していきたいっていう、なんかそういう思いがあって絵を描いてる方みたいで、すごく素敵だなと思って、私全然アートとか詳しくないんですけれども、なんかすごくそういう思いがあってやるっていうのは、まあ、シンガーソングライターともこう重ねるところがあるのかなと思って、すごく素敵だなと思って、私もすごくもうすごく多いですね刺激を受けました。気になった方はぜひぜひ、あもうちょ終わっちゃったんですけど、このアート展はなんか多分今からすごい活躍する方だと思うので要チェックです。町田隼人さん調べてみてください。ということで今日はですね、ちょっと喋りすぎたかな、あのトークテーマはダイエットということで、皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com、 ユーストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。あげなまなのマナーモード、この番組は Music for Your Life サードウェーブの提供でお届けいたします。今日はすごくが多いすごく自分も多くなるっていう、あ本当ですか、あの焦ったら とかもね、癖があったりとかします。確かに繋ぎ言葉便利ですからね。ちょっと繋ぎ言葉のバリエーション増やさないで。Well, とてもとか。Let me see. Well. 英語バージョンって感じですね。皆さんダイエットとかしてますか？してますか？って自分も全然やってないんですけれど。なのにトークテーマっていう。やばい。今週も始まりましたマナーモード、今日のトークテーマはダイエット、皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmgino1.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということでツイキャスメッセージ来てるので読みたいと思います。ありがとうございます。くにちゃんさんこんばんは。こんばんは、今日も聞いてくれてありがとうございます。ポジティブに行こうね。はい、そうですね、ポジティブに何事もね行きますありがとうございます。大塚健二さんこんばんは。こんばんは。埼玉から沖縄に来てギノワンからツイキャスで見てます。ありがとうございます。先ほどねちょっとお話ししたんですけれども、聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。あ、エビナ正明さん初見、あありがとうございます。毎週水曜8時からマナーモードっていう番組でパーソナリティアゲナマナが務めてます。聞いてください。今日のトークテーマはダイエットについてなんですけど、なんかエピソードとかあったらぜひぜひメッセージもお待ちしています。そうなんかねダイエットってね、そうなんか私モデルもやってるんですけれども、あの太ってる方ではないと思うんですよ、まあ、そんなに痩せてるっても言えないと思うんですけど、あのでこの先週のラジオでなんか来週のトークテーマはダイエットですって発表したら、なんかマナちゃんがダイエットって言ったらなんか嫌味に聞こえるよみたいな感じのコメントがあったんですけれども、そう、その後にねちょっとダイエットって調べてみて、調べたっていうかあのキャンさんがちょっと教えてくれたんですけれども、あのキャンさんダイエットとは何でしょうか
いきなり振る。すぐ振る、はい、ダイエットってもともと語源が規定食なんですよ、うん、なので、うん、食事療法を取り入れて、うんうん、理想の体に近づけることをダイエットって言いますね。はい、なのでということで、はい、ダイエットはなんて言うんですか、痩せるだけがダイエットじゃなくて理想の体に近づける、だから例えば体重増量するっていうのもダイエットっていうみたいで、私も初めて知ったんですけどっていうみたいですよ皆さん。まあ実はそうなんですよね。そう、初めて知りましたね。でまあ皆さん大体がねあれだと思うんですけど、こう体重を減らすっていうダイエットをするんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、私もねやっぱ女性なのでダイエットをねしないといけないっていうかするんですけど、たまに今はしてないですね、やばいですね。なんか私の場合はこう撮影前だったりとか、そんな直前になって焦ってやるダイエットみたいな感じで、そう、成功例がやっぱり運動したら痩せますね。運動して筋トレとかで、あとなんか炭水化物控えたりだとか、あとはなんかトレイシーメソッドっていうのがあって、なんかビリーズブートキャンプみたいなののなんか女性バージョンみたいな感じなんですけれども、そういう DVD を買ってやったこともあったんですけど、それ結構痩せました。やっぱね、なんか DVD 買っても続けるのとかはすごい難しいので、なかなかねあれなんですけど、でももうその時はもう水着を着ないといけなくて、もう必死でDVD に DVD となんていうんですかね、ずっと向き合ってこうやってたんですけれども、結構きついんですよね。なんかジムとかでも、パーソナルジムとかだったらね、なんかなんていうんですか、見てくれる人がいるからできるんですけど、自分でやるって言ったら結構甘えちゃいますよね。なんかながらでやるのが一番やりやすいですよ、うん、あ、ながら運動とか言いますよね、はい、私一つのことにしか集中できないんですよ。なんかテレビ見てなんか足動かしててももうテレビに集中しちゃうみたいな。テレビ見るとき一番チャンスなんですよ実は。へえ、そうなんですか。腹筋ぐらいだったらテレビ見ながらできるので、うんうん、ああ、キャンさんなんかやってるんですか。僕はもともと陸上競技をしてたんで、へえ、大学生までは1日1000回ぐらいの腹筋をこなしてました。あ、素晴らしいですね。ちょっとなんか次元が違いますね。素晴らしい、すごい、さすが、やっぱスポーツマンは違いますね。やっぱ食事とかにもね気を使うと思うんですけど、スポーツマンとかだったらね、はい、すごい。私はね、この前ミスアースの話したんですけど、その時が一番ダイエットに力を入れたっていうか、一番きつかったですね、あのダイエットが。食事制限もして、でジムに週3で通うっていうね、で2時間半みっちりやるっていう、結構あれだったんですけど、でもやっぱりパーソナルってか目標があったらできますよね。そうですね。なんかいつまでに何キロとか、いつまでにどういうなんかこれを着るみたいなとかだったら全然できるんですけどね。なかなか、あ、やばい、もうちょっと痩せなきゃって思って目標もないままやったらズル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 って感じがやっちゃうので、あれなんですけれども、うん、あ、ちょっとじゃあツイキャスのメッセージが来てるので読みたいと思います。海老名正明さん、痩せてるよ。本当ですか。なんかツイキャス漏れてるかな。ありがとうございます。くにちゃんさん、ダイエットモデルさんだからうまく、次元が違うのかな、あ、全く次元が違うのかな。痩せるのもきれいに痩せなくちゃいけないしね。そうですよね。なんか本当にもう病弱みたいな痩せ方だったらね、どんなに細くても綺麗じゃないですもんね。なんかちゃんと筋肉も程よくあってみたいなのが理想なんですけど、なかなかね、維持するのも大変だし、みんなすごいなと思います本当に。海老名正明さん、ダイエットは毎日キャベツ食べるが一番。あ、そうそうそう、なんかさ、テレビでやってて、酢キャベツいいらしいですよ。キャベツを千切りにして酢につけるんですよ。でそれでちょっとなんか冷蔵庫に置いておいて、で食事とかは全然減らさなくていいんですけど、食事いつもの食事の前にその酢キャベツを取り入れるっていうダイエット法があるみたい で、うん、でなんか腸内環境が改善されて、モニターの人はめっちゃ痩せてました。そう、それだけで。全然普通に焼肉とかラーメンとか、普通の普段の食事をしてたんですけど、その酢キャベツ食べるだけでめっちゃ痩せてて、
やっぱ食物繊維も大事なんですかね。キャベツはまたあと酵素が多いので、うんうん、ああなるほどね。あの油分、うんうん、油分の分解酵素が確か入ってたと思います、うん、なんかキャンさんめっちゃ詳しい一応あのトレーナーもしてたので。あ素晴らしい。待って教えてほしいんですけど本当にやば。え今度ちょっともうちょっとあの踏み込んだダイエットトークしましょうわかりました。すごい初めて知りました。トレーナーもやったんですね。そうですよ。すごい、はい、くにちゃんさんありがとうございます。年取ると痩せなくなるよ。下手なことするのも命に関わってくるよね。代謝が落ちてくるんだよね。なるほどね、まあ、確かになんか痩せにくくなるって言いますもんね。若い時はやっぱ確かに痩せてもなんか肉とかお腹につかなかったんですよ。私全然つかなかったんですけど、やっぱり最近あの乗るようになってびっくりしました。なんかそういうことかなみたいなそれがどん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 年を取るごとになんか増えていくのかなみたいな感じで思ってるんですけど、あ、くにちゃんさんスケベツ食べてるって。変わんないって私今からやろうとしてたのに変わらないんですか。ちょっとショック、そうなんですね。あ、なんか皆さんメッセージいろいろありがとうございます。ということでここでですね、いきなりですがちょっと曲を聴いてもらいたいと思います。私が大好きなテイラー・スウィフトさんね、すごく、まあ、皆さん知ってますよね絶対テイラー・スウィフトっていう、ね、洋楽なんていうんですか歌手がいるんですけれども、私がギターを始めたきっかけでもあってテイラー・スウィフトさんに憧れてこうギターを始めたっていうきっかけでもある人で、テイラー・スウィフトの中でもすごく好きな曲があって Mean っていう曲なんですけど、訳すとあなたはどうしてそんなに意地悪なのっていう曲なんですよで、なんていうんですかね、このあなたに傷つけられて落ち込んだけど私は絶対にビッグにやってなってやる、見返してやるっていうすごい強気な歌でいつもなんか元気をもらってる曲です。聴いてみてください。テイラー・スウィフトで Mean。そうなんですね、そうなんですねエリーナ・マサーキさん、この人はプロデューサーなの。あ、ですね、あれですあれですね、DJ です。あのラジオ DJ されてるキャンさんっていう方なんですけど、よろしくお願いします。あの番組も知てます。番組、それが明日で最後なんですよ。らしいですよ。ちょっと、なんかその20時から、木曜日に20時から宇宙の話をしてるんですけど、あ、これはちょっとあの宣伝しないといけないですね。明日の20時から、はい、一旦終了というか最終回ではないです。そうなんですね。ちょっとまた秋が出てきたらやりますのでぜひぜひお願いいたします。宇宙の話めっちゃ気になる。宇宙好きですか。大好きです。マニアです。果てしないですよね、宇宙の話してから、はい、ネタが尽きないので、もうブラックホールですもんね絶対。ブラックホールとかめっちゃ得意です。すごい聞きたい。相対性理論とか得意です。なんでそういうのめっちゃ興味あるんですけど全然調べてないっていう一時期 YouTube 見るのにハマって、なんかどうやって出来上がったかみたいなやつ、あれもう超ネットサーフィンしてました。なんかもう結構いいのいっぱいありますよ。本当ですか。 YouTube とかでも分かりやすいのは、教えてほしい。 YouTube すごい。こんばんは。ありがとうございます。皆さん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。なんかもうあっという間ですね。めっちゃあっという間です。そうですね。今日は特に話がなんかポンポンと、ポンポンってなんかいい形で進んでますね。お褒めの言葉を。嬉しい。初めて褒められた。いやいやいや。普段から褒めてますよ。とか言って、後半グダグダなるパターン。調子乗ったらすぐ。いや、いいじゃないですか。そうですね。こんなとこは失敗してるぐらいが一番可愛いんですよ。そうですね。なんか完璧すぎてもなんか大変じゃないですか。キャリアウーマンみたいな。ブルゾンチエミみたいになっちゃいますか。ああ、そうですね。ちょっとブルゾンチエミですけど。なんか今聞き流してます。ブルゾンの運転手さんだ。ありがとうございます。晩ご飯終わって、一段落、こんばんはって。
雨男レイニーさんでいるかな。こんばんは。まだ終わらないですよね。まだ終わってない。DJ コーン、まあ、コーンさんって誰ですか。コーンさん誰でしょう。誰ですかね。もしかしたらラジオ DJ の方ですかね。あ、僕はどちらかというと本当にあの DJ をしたいがためにやってるので、あのラジオ DJ 似てるんですか、この DJ とラジオ DJ って。なんか違います。まあ、違うんですけど、まあ、結局音響関係も一緒に扱えたら現場が増えるじゃないですか。なるほどね、すごい。それ勉強したいなっていう。あ、DJ コウさんってことですかね。ティアの人。DJ コウさん。海老名正樹さん、DJ コウさん。あと誰ですか。あ、ちょ、DJ コウさんはすごい DJ さん。あ、すごい DJ さん。じゃあ、まもなく。あ、はい。ハゲナマナのマナーモード。生なのマナーモード、今日のトークテーマはダイエット。まだまだメールメッセージをお待ちしています。番組へのメールは797@fmギノワン.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、ここでですね、ちょっと私のイベント情報です。6月9日土曜日、今週ですね、今週の土曜日、グローアップリズムフェス17周年っていうのがあるんですけど、私あのモデル事務所にも所属していまして、あのオフィスリズムっていう沖縄のねモデル事務所に所属してるんですけど、その事務所のが17周年を迎えるということで大きなイベントが開催されます。浦添市のテタコホール、まあ、小ホールなんですけど、であの6時からありますので、ダンスあり、演劇あり、ファッションショーあり、で私なんと1曲あのこの後のチルチルランドのホマレさんっていう、スタブナインのホマレさん、ギタリストがいるんですけど、その方とコラボをして1曲歌うことになったので、気になった方はぜひぜひ遊びに来てください。で、あの予約がね電話でなんですけど、皆さんメモの用意はよろしいですか。 098-857-2998、 こちらにもう一回、もう一度ちょっと復唱しますね。 098-857-2998 までお電話よろしくお願いします。あ、ちなみにね、金額言ってなかったね、あの前売りが2000円になってますので、ぜひぜひ、当日券もあるかもしれないんだけど、ちょっと高くなると思うので、気になった方は予約お願いします。そして6月13日水曜日、来週の水曜日なんですけれども、私のねラジオ毎週水曜8時からなんですけど、来週はライブでお休みさせていただきますということで、13日あのジターヌ、沖縄市にあるジターヌっていうライブハウスでライブをします。県外から原田優子さん、竹本沙織さんっていう方があの来られるんですけど、そのゲストでマッシーさんっていう方とセリカちゃんっていう方と私がアゲナマナ、ゲストで出演しますので、ぜひぜひあの予約も受け付けてます。19時半開演の8時スタートですので、ぜひぜひ、あの私ね Twitter、Instagram、Facebook もやってるので、そちらで情報も見れますのでチェックしてみてください。ローマ字でアゲナマナで検索したら出てくると思いますので、よろしくお願いします。そうで、来週があの多分チュルチュルランド、この後の番組チュルチュルランドっていうテンパのお二人があのお届けしている番組があるんですけど、の1時間スペシャルになると思われますので、皆さんぜひ楽しみにしてください。で、そうそう、あのねキャンさんがあの明日の木曜日の8時から番組してるんですけど、あの DJ キャンさんがね、なんていう番組でしたっけ。宇宙の話をしようという番組ですね。そうそう、なんとね宇宙の話をしようという番組がちょっと最終回みたいなんですよ。
もうこれは要チェックですね皆さん。まあ明日は最終回というか、まあ、一旦お休みという形、うんうん、まあ、一旦お休みか、はい、一旦お休みということなのでぜひ聞いてくださいね皆さん、お願いいたします。ということでまだ大丈夫かな、まだ大丈夫です、はい、あ、メッセージありがとうございます皆さん。大塚健二さんありがとうございます。ダイエット娘の明日からやるはやるはやらないのサインになってます。わかる、めっちゃ共感。マナさんですもしかして。同じ名前って言ってたんですよ。わかるわ、私もよく言いますね、明日からやろうみたいなね。海老名正明さん、元気よくいきましょう。そうですね、元気よくいきます。大塚健二さん、ダイエット私はメタボ特別ダイエットはしてないですが頭皮は成功しすぎてるかも、泣くもんかね。頭皮ダイエットとかある、新しいですねなんかね。エレバナ運転さん、お菓子は食べなきゃいいと思ってても食べてしまう、ダイエットは苦手。わかります、なんかね食べ甘禁しようとか思っても私もチョコレートが大好きすぎて甘禁できないんですよね。1個でもいいかなとか食べちゃってなんか2個3個みたいな食べちゃってます。ムックさん、2000円なり、2000円なりってどういうですか、あれかな、なんかツイッターなんかあるんですか。私あんまり存じてないけど、今度のイベントとかじゃない。あー、なるほどね、ありがとうございます。そうですね。やばい、理解能力が。海老名正明さん、モデルの藤田ニコリン、ニコリン来るの、え、来るの、いつですか藤田ニコリン。アマートかレイニーさん、ダイエットは炭水化物ダイエットを半年くらいやって84キロから64キロに減ったよって。でもリバウンドするよね。あね、でもすごいですね、84キロから62キロって20キロ以上痩せてるますね、すごい。低炭水化物ダイエット、まあね、なんか糖質制限してめっちゃ痩せるんですけど、なんかやっぱ食べたくなりますもんね。なんか私もそれでリバウンド中です。やばいですね。あ、くにちゃんさん、宇宙の話難しいんだけどいいんだよね。ねえ、宇宙の話めっちゃ聞きたいものも明日聞こう。やば、早いね、もう終わった。なんかみんなめっちゃコメントしてくれてる、ありがとうございます。読みたい、時間あるかな、ちょっと見て。大塚健二さん、おー、来週つるつるの時間なら再来週はマナさんの1時間ですね。いいのかな、私1時間、再来週1時間スペシャルやっちゃって、ちょっと社長に確認しましょうね。アニーさん、ブルダリングで痩せます、痩せましょう。そう、ブルダリング部作ったんですよ皆さん、やばいですよブルダリング、やってみてください。あざまななみさん、ありがとうございます。ブルダリング部も結成したので私も今年ダイエット頑張ります、一緒に頑張ろう。はい、ということで皆さんもメッセージいろいろありがとうございます。ダイエットね、なんかそう失敗例とか話したかったんですけどね、ちょっともう時間がなくなっちゃった。そう、今日はダイエットについてお話ししました。来週はお休みさせていただくんですけど、チュルチュルランドみんな見てね。1時間スペシャルなので、そして暇な人はライブに遊びに来てください、お願いします。はい、ということで再来週のトークテーマどうしよう。っていう感じなんですけど、来週もう SNS でちょっと告知しようかなと思います。なので皆さんぜひぜひチェックをお願いします。今日決めても忘れそう。ということで、お楽しみいただいたマナーモード、早いものでお別れの時間です。来週はお休みで、再来週も毎週水曜8時からやってるので、ぜひぜひ聞いてくれると嬉しいです。ちょっとさっきも言ったんですけど、私は Facebook、Instagram、Twitter もやっています。ローマ字であげなまなで検索してください。イベント情報などもそちらでチェックできるので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、それではあげなまなのマナーモード、あげなまながお届けしました。それではまた来週。やっぱりあれですね、褒められたらちょっとグダグダに終わっちゃって。全然大丈夫ですか、慣れてきてるんじゃないですか。本当ですか、時間だった、もうちょうどツイキャス終わりましたね。終わりましたね。